中です。今回は、私たち森三中がおすすめする亀田製菓の商品を持ってきました。はい、はい、結構、まあ、小さい時からいろいろ食べてきましたけども、うん、また今になってちょっとねこんなのもいいんじゃないかみたいなのがあるかと思いますので、はい、行きましょうか。はい、はい、じゃあ私からお願いします。もう昔からこれが好きでという商品です。はい、じゃん、おつぶっこ。あー、ビゴ。あ、すごい、ビゴ。私、おつぶっこ本当に昔からよく食べてたんだけど、たまにあの楽屋のお菓子のね、こう家宝にあったりとかするとやっぱちょっと手出ちゃったりとか、うん、何が好きって実は私この中のグリーンピースがすごい好きなの。うわー、逆にそれ好きな人いた。好きなの。今入ってる？いや、もしかしたら少ないかもしれない。あ、入ってると思うんだよ。多分入ってるでしょ、絶対。入ってないの今？入ってるでしょ。ここ最近食べてないの？ここ最近食べてないかも。ムーさん好きなんだよ、私。入ってないよ。信じられない。いつなくなったの？後ろ見てみなよ。いや、おせんべいしか入ってないんだ。ショック。でもさ、美味しいよね、この食感が。ちょっと甘くてね。そう、歌舞伎揚げのちっちゃいみたいなやつでしょ。だけど歌舞伎揚げよりちょっと甘みが効いてんだよね。そう、蜂蜜のね。そうそうそう、子供が好きな味な感じ。じゃあ続いて、はい、これは大人になってからもう好きになった、はい、はい、こちらでございます。柿の種のわさび風味。へえ、やめ、わさびか。はい、このね、わさびがかなり効いてんのよ。結構辛いんだけど、そのピーナッツと相まって、もう辛い時にピーナッツが来るみたいな、でまた辛いのに来るみたいな。もうこのやっぱもう交互に食べるっていうのも最高ですよね。これさ、亀田製菓さんって新潟？あ、新潟だ。新潟だ。新潟の表参道にあるアンテナショップがあるんだけど、うんうん、そこで柿の種のいろんなバージョン売ってるよ。へえ、今梅とかもあるもんね。そう、うんうん、もう多分新潟のお土産にしてるようなやつがいっぱいあるからね。そうなんだ、うん、美味しいです。はい、これはイッテ Q のロケで杉原さんがパックに入れてて、 AP さんね、 AP の杉原さんね、はい、たまにああいいなと思って食べたのが始まりで、そうか、はい、そっから自分でも買うようになりました。そして最後ですね、はい、もうこれは正直ちょっとベスト3の2位と3位なんですよ、うん、1位とはもうかけ離れすぎてるっていうか、もうズバ抜けての1位ですよ。そうなんだ、はい、なんだろう、白い風船。うわ、え、見かけないんだけど、それこれ1本でもいいかなって今回思ってたくらいの。あ、ちょっと待って、ちょっと待った、ビンゴ。お、すごい、すごい、黒沢さんも好き。いや、これ最近食べてなかったの。ああ、売ってないから。売ってない、売ってないの。そう、売ってないんだもん。だってどうしたのこれ。私はもうアマゾンで取り寄せましたよ。これはまだクニさんに取り寄せてもらいました。でも買えないんだよね、スーパーで売ってないから取り寄せるしかないの。なんで白い風船が売ってなくなったの。わかんないよ、欲しいよね、こっちが聞きたいよ。みんなのお家の近くのスーパーにありますか？減っちゃったよね、絶対。ドンキが売ってもないよね。はい、全然ない。逆に百均とかにあんのかな。そうなんだ、ドンキホーテとかにあんのかな。お菓子の町岡には売ってなかったの。ああ、そう。そう、だからアマゾンで、もうでも1個だけ買うのもな、送料もかかったら嫌だなと思って12袋入り。嘘でしょ。もう買ったよ、私は。え、嘘でしょ。まさか黒沢さんと一緒になるとは。すごい、びっくり。はい、私はこの3つです。はい、じゃあ私いきます。はい、私、曲がり。へぇ、 あ、見る、見る、曲がりせんべいだよ。食べたことある、あるある。え、え、ないの。え、ない、ない。曲がりせんべいないの。え、曲がりせんべいなんで曲がってるの。なんで曲がってるの。なんで曲がりなの。いや、なんなんで曲がってるからかな。ちょっと曲がってるからでも私は顔が曲がってるから何なんだろう。顔がね、私は曲がってる、歪んでるから曲がりっていう文字があんまり好きじゃないの。あ、好きじゃないの。そう、歪んでるとか曲がりとか。そう、食べやすい曲がってるがちょうど食べやすいのかって。はい、あとはもうよく見てるでしょ、私が食べてるの。なんだろう、これですよ。あ、見たことある、見る。いや、硬いじゃん、これ。これ硬い、見たことある。これはもうちょっと
っと口をちょっとこう唾液で湿らせながらこうやってかむって食べるの。あ、見たことあるわ。私自分は食べたことないかもな。これの味付け好きなの、でこれは本当やっちゃいけない禁断のものは、海外の時もこれよく持って行ってたんですよ、海外の時にこうチャックついてるし、そうで、マヨネーズと七味、あーやっちゃいけないです。一番ダメだ。これね、海外に持ってってね、こうやってね、ずっとね、外を見ながらこうやってバレ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 食べてロケバスね。そう、ね、これとね、もう今日ちょっとまあ3つっていうことであれなんですけど、これもう去年、もう本当におかしなぐらい食べたやつ。なんだ、堅物。あー、堅物か。え、武骨じゃなくて堅物。あ、武骨。堅物ってなんだろう。堅物でしょ。堅物なんかないよ。ないよね。武骨だよそれ。堅揚げ。まあだってポテチでしょ。いや、武骨だよ絶対。武骨かな。堅物なんやね。堅物っていうお菓子はあの見たことないけどね、私わかんない。堅物面白いけどね。堅物、うわ、堅物、本当だ、あるんだ。はい、堅物で笑った人ごめんなさいでしょ。別っていう亀田製菓さんのもある。いや、亀田製菓じゃないかもしれない。だから堅物はもう食べ過ぎたのよ。うん、あ、だから持ってこなかったんだね。そう、久しぶりにこれを食べようと思って持ってきました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあおしまいいきます。はい、じゃあコツルコでしょ。で、なにどうしたの。カメラ製菓じゃないの持ってきたりしてる。その雰囲気だね。なに、ちょっと待って、なに。ザラメの甘みもあってとっても美味しかったからぜひ食べていただきたい。それは食べたことないな。試食タイムです。はい。さあ、ちょっと急遽、はい、堅物をご用意いたしました。ありがとうございます。堅物は、これです。ああ、コンビニで売ってるタイプってものちっちゃいやつバージョンなんですけども、これぐらいの大きいのもあります、うんうん、この大きいのを私は1回にもう全部食べてしまったりとかした時期があったので、あまりにも気になったから買ってきてもらった。これですよ、堅物。あったよ、本当に。塩味っぽいね。塩味、塩味、ではいただきましょう。じゃあもうやっぱ武骨と堅物からいこうかな。堅物いこうか。堅物いこうかな。うん、ごめんなさいね、堅物。ファンもいるだろう、いろいろね、これ。いや、ファン根強いですよ、これ。あ、うまっ。おいしい。うまいでしょ。うまい。堅物は塩味。そう。ね。武骨はさ、醤油だよね。そうだよね。染み込み醤油。武骨結構デカめだね。デカめ。大きい。これも美味しいんだよ。なんか、うん、甘じょっぱい感じなかったっけ。あ、本当だ、甘じょっぱい。おいしい。あ、結構醤油だね。うん、醤油だ。甘くはないか、ほんの。あー、キムチみたいなね。この、ね、塊のある部分とね。うん、そうだね。味がまばらになってるのがいいとこだね。なんか上から醤油かけたみたいな。うわっとね。あ、なんか、あの餅が、正月余って揚げ餅にするところの、味に似てるね。そうそうそう。美味しい。美味しいね。あ、見かけよりも硬すぎないね。うん、ゴリゴリっていくのかなと思ったらそうでもないね。中がサクサクしてんだよね、うん、
本当だ、中が外がカリで中サクサクだね。そうだよね、言ってたでしょ。ここがちょっとでも黒沢さんのこの硬いせんべい、うん、気になる。醤油のえ、これなんていうの、和田のこだわり、名前わかんないんだ。こだわりが割る、ああ割ってるんだ、うん、確かに割ってるわ、うん、いただきます。あ、味がしっかりだ、濃いめ、うん、あ、久しぶりに食べた。歯弱くなってんな。これ硬いね、うん、上に。おいしい。これ舐めながら食べる。あー、うん、曲がりって曲がります、うん、曲がり食べやすいですね、うん、曲がりはね、薄いんだよね、軽め、軽っ、うん、軽いでしょ、軽い。やっぱ部活、堅物と比べたらもうとっても軽い、うん、こういうさ、軽いのからその曲がりせんべいも軽めだけどさ、白い風船どうやって食べてた。私はもうそのまんまだね、そのこれやんなかった。あ、これ、はい、やってる人いる、これやってはね、いる、割る、いる、いる。で、こうやってこうやってまんべんなくつける、これ。ああ、なるほどね、懐かしい、くっつくのよ、うまいな。うん、おいしい。外側がね、おせんべいが軽くてさ、しょっぱいわけでもないんだよね、うん、ほんのりなんか本当に甘い感じというか、うん、なんかさ、下にのせてたらさ、なんかこうトトトトトトみたいな感じになるよね、シュシュシュ、あれ不思議だね、シュ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 、そうそうそう、小粒っこいこ、小粒っこだね、そうだね、うん、やっぱり入ってなかった。入ってないでしょ、もうだってパッケージもあったんだから、グリーンピースが2、3個さ、こうやってさ、ポンポンって。確かに、うん、はぁ、うん、ちょっと甘めだね、うん、美味しいね、うん、美味しい。あぁ、梅好きな人はこれ好きだ、梅ジャラメ、うん、あの梅味は食べたことあったんだけどさ、うん、ほんと美味しいね、ザラメも。ちょっと甘じょっぱいじゃん、うん、ね、甘くなってる、ね、うわー、甘じょっぱい、うん、わさび、わさび匂いが辛すぎないけど香りが、うん、あるね。いや、結構でもたまにすごい辛いのもあるんだよね、うん、うん、けど美味しい、癖になる。おー、飽きた、辛いのね、うん、来るね。まあ、辛いのも食べちゃうね、なんかこう、うん、幅広い亀田製菓ね。さん、亀田さん、亀田さん、亀やん。でも、うん、今日の体調のね、うん、今日の体調も踏まえて、今日の体調も踏まえてのナンバーワンね、はい、決まりましたか。はい、はい、いきます。じゃあ前に向かって言ってください。せーの、白い風船。あー、すごい、白い風船、白い風船、白い風船、わー、来ました。満場一致で白い風船になりました。白い風船、じゃあウィニング白い風船いきます。あ、ラストね。私白い風船でさ、 CM やらせてもらいたいよ、本当に。3人でさ、風船につながれてさ、ふーふーってさ、風船でさ、上に登りながらこの白い風船を食べながらさ、可愛いね。でも白い風船は軽いんだよ、うちら重たいんだよ。そうか、飛ばないからじゃ。飛ばない、いいな、はい、これみんなのナンバーワン今日揃いました。白だから分かんないかな。分かりにくいかも。勝手にグランプリ、勝手に1位です。久々よ。あ、そう、あの自分で買ったのは。だって売ってないんだもん。そうだよね。で、たまに本当に、まあそうだね、楽屋のお菓子とかにポンって終わって、うん、待ったら絶対食べるもんね。人気がなくなったとは思いづらいよね。甘いし、ね、めっちゃ好きだもん、うん、だこれ、この商品が、うん、せんべいコーナーにあるのか甘いコーナーにあるのかも分かんないしね。あ、確かに。あー、美味しかった。あー、最高。美味しかった。揺るぎないです、私は。最高です。はい、懐かしい。ということで、美味しかったですね。はい、はい、以上、森さん中でした。ありがとうございました。